おいまくまチャンネル、おいまくま散歩、くまさんこんにちは。今日はね、昨年に引き続きこちら見てください、ドーン、栃木住宅フェア2024にお呼ばれしました。宇都宮のマロニエプラザで開催されているこちらの住宅フェア、今年もね、各、住宅会社さん、多くの出店企業様がいらっしゃいます。その会社様のブースに遊びに行くのと、あとね、あのお店も出てるらしいので、そちらを楽しみたいと思います。じゃあ熊さん、準備はいいですか？レッツゴー。熊さん、今日の企画はこちら、ババン、住宅フェアシールラリーをしながらイベント会場を盛り上げよう。レッツゴー。熊さん、小山から来ました。小山から来ていただいたこちらの会社、バーニオーハースモーリングさん。じゃあそんな小山から来ていただいたこちらのお兄さんにクイズを出しましょう。小山熊の大好物は何でしょう？正解したら、企業 PR を YouTube の方に載せていただきたいと思います。小山の名産、はい、5秒前、4、そんな大丈夫ですよ、2、あ、知ってる人がいる。正解は丸バスでお願いします。パーツ。正解はイチゴでございました。なるほど。小山市の展示場があるんですか？小山市展示場あります。なるほど。ではそんな展示場の PR を含めて、本来なら30秒のところ15秒で PR お願いします。小山市中区に住宅展示場があります。ぜひお越しになってください。お待ちしてます。日本ハウスホールディングスの森さん、ありがとうございます。久保さん、中区遊びに行こうね。じゃあ、ありがとうございます。久保さん、早速あのシールをゲットしたから次のシール取りに行こう。この辺なんだけど、ちょっと行ってみよう。どうした、気になる？今あれはね、あれは映せないよ今。スリーラン打ったけどさ。座っていいんですか？くまさん、ちょっと座ってみないよ。おいいじゃん、いいよ、いいよ。こちら、ヘイリビングさんです。映せないな。いいから、いいから、いいから。はい、戻してもらう、大丈夫だよ。ちなみにすみません、これ絵のエリアですか？絵のエリアです。ステッカーもらってもいいですか？はい。川堀工務店警備員の営業の福田と申します。注文住宅から、企画住宅、さまざまなことをやってますんで、ぜひ事務所の方へ遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい優しいスタッフの皆さんでした。ありがとうございます。いいじゃない、くまさん、順調じゃない。いいじゃない、この調子でちょっと他のシールも集めに行こうよ。一条さんもダメだって。一条さんだって見てよ、奥に黒いクマいるもん。ダメだって、一条さんは絶対撮影なんてやらせてくんないから。ちょっとあの風船、あの風船いいですか？じゃあそんな一条さん、ちょっと並んでください。会社名と PR だけいいですか？あ、一条工務店です。性能抜群なのでぜひお願いします。性能抜群でございました。ただね、クマさん見てください、奥に黒いクマがいるんです。白いクマ対黒いクマ。ありがとうございます。ぜひぜひね、一条コンさん有名だからね。見て、ガラガラやってるよ。よし、クマさん行ってみようよ。すいません、このシール集めてるんですけど、シールありますか？はい、じゃシール貼ります。ありがとうございます。はい、じゃガラポン。くまさん、完全にバカにされてるよ。ガラポンと行ってみようか、くまさん。じゃあ、どうぞ。できるの白かピンクね。白かピンクね。ありがとうございます。おめでとうございます。久保さん、なんとビッグボトルチップスいた
ございます。エソホームっていう会社になってるんですけれども、完全な注文住宅で、お家を建てさせていただいております。お客様のご要望を、まあ、徹底的にお伺いさせていただいて、一生懸命お家作りやらせてもらってるので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。久保さん、まさかのビッグボタン出してもらっちゃいました。エソホームさんでございました。ありがとうございます。僕らのステッカー集めも、久保さん、しかもこれはあれじゃないか、見つけたよ。久保さん、覚えてる？コンチネンタルホームさんって僕ら去年カンナ削ったよ。久保さん、今年もやれんのかやってみようか。カンナ削っちゃうよ。いいですか？久保さん、手は気をつけてね。なんかあのポイントはあるんですか？綱引きみたいにこう引っ張る感じで、綱引きみたいに引っ張る感じ。熊さん、じゃあお願いします。頑張れ。よいしょ。削れてるよ。おお。もう一回熊さん、行きましょう。お願いします。よいしょよいしょ。お、母さん、すごい。ありがとうございます。コンチネンタルホームと申します。ヒノキを使ったお家作りさせていただいてまして、栃木県で、創業50周年を迎えることができました。皆様のおかげです。ありがとうございます。本当、栃木県でお家建てられる方でしたら、本当に当社、栃木県の家に本当適したものをご提供することができますので、もしよろしければお家作りの際は頼っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、こちらこそありがとうございました。出ましたよ。熊さん、僕の勝手な予想だけど、ここはなんと栄翔が旨味調味料がもらえる。熊さん、回してください。いいですか？いいですか？回して、熊さん、熊さん、見えてる？行きましょう。見えてる？じゃあ、熊さん、俺でもね、B 賞のね、ロゴスのサコッシュが欲しいかもしれない。頑張れ、熊さん。熊さん、A でも B でもいい。よし、行け。久保さん、なんと、ありがとうございます。久保さん、なんと、CRT ハウジングさんでの、ガラガラで僕が欲しいと言ったサコッシュ、当たりました。さすが久保さん。久保さん、多分このエリアはね、久保さん、ほら、こちらのお姉さんに出してもらう。久保さん、はい、見てください、ババーン。シールを。残すところあと1個になりました。 TRP ハウジング総合住宅展示場です。今週と来週楽しいキャンペーンもやってますので、ぜひあの細谷の方と、那須塩原にも会場ございますので、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございます。 CRT ハウジング皆様、ありがとうございます。くまさん、残すところのシールはあと1個なんですが、このエリアに来ました。見てください、奥でマリカーやってる。これはちょっとマリカーをやりながら最後のシールをくれるんじゃないのかなと僕は思うんだけど、どう思う？あそこのマリオに声かけてみる。すいません、シールラリーをやってまして、こちらでシールがもらえると聞いたんですけど、その前にマリオカートってできますか？そうですね、こちらの QR コードから受け付けいただく必要があるんですけども、はい、いいですか？行きます、行きましょう。やってみますか？ちょっと待とうか。クマさん、ロケットスタート成功してる。普通に1位なんだけど、どうしたの？来ます。おー、まずはピーチがゴールイン。来ました。どたんばれ。
クマさん、クマさん、しょうがないね。トヨタウッドユーホームです。豊富な自社分譲の在庫と高性能高品質な木造と鉄骨の住まいを提供しています。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、いろいろお邪魔しました。シールが全部集まったんですけど、どうすればいいですか。こっちですか。はい、クマさん、というわけでシールラリー完走しました。どうでした。良かったですね。皆さんね、各会社さんもね、優しくてね、みんな面白い人いっぱいだったね。いや、じゃあ後日当たりが発表されるそうなんで、当たったらメールが来るということで、まあ、それを待ちましょう。じゃあすみません、ありがとうございました。はい、熊さん、お疲れ様でした。栃木住宅フェア2024どうでした。そうだね、めちゃくちゃ楽しかったね。本当にね、お邪魔させていただきました企業の皆様ありがとうございます。また来年も呼ばれたら嬉しいですね。じゃあ久保さん、この栃木住宅フェアにいつものあれを見せちゃいましょう。いくよ、開運パワー。栃木住宅フェアの皆さん、ありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくね。それじゃあ、またねかわいい。クマさんです。ありがとうございます。すごい、クマさんが削った。これで森に返してあげてください。いや、会えましたね、はがまるくん。こんにちは。会いたかったよ。じゃあ写真いい。はい、チーズ。